茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校1年の数学、空間図形の5時間目の内容です。課題、立体と展開図の関係をつかもう。展開図というのは、立体でのすべての辺や面のつながりは現れていないが、 すべての辺や面の実際の形や大きさが現れます。また、一つなぎに表面に表したものを言います。では、問題です。次の1から9の立体の展開図を A から J ですべて選びなさい。動画を止めて考えてみましょう。では、答え合わせです。 1>, 1番 B と E2 番 D3 番 H4 番 A5 番 J6 番 C7 番 F 8番、愛となります。では、底面に色を塗ってみると、こうなります。底面が2つのものにはオレンジ色、底面が1つのものは緑色で色分けしてみました。底面が2つのものは、 角柱や円柱、底面が一つのものは角水や円水となっております。